そうじゃない、こういうリスクがちょっと押し出すようなね。1番は多分むしろです、むしろっていうか、これでちゃんとこうできる、まあ、肘は絶対完全に作ってあげる、そうこれぐらいで多分そうですね、肘上げないとこうなっちゃうね、肘が、そうですね、だからこうかけるちょっとこう肘上がるぐらいのこうリストダウンだと、ティップが走るんですよね、そうそうそう、じゃあティップを走らせるとピッと、そうそうそう、毎日 DVD しまいでもタイングしながらの DVD この前びっくりしたのは友達とトークとかで釣っててもおいいね今日いいねとかって言ってあの友達と喋ってる会話も DVD のセリフになっちゃう俺は山目でも岩名でもみたいな俺らの会話ってなんか DVD そのままだよって全部入ってきちゃう渋谷で映りますからね、まあ、目でも言わない俺ちょっとやってみませんか、はい、そっちいや明日もう晴れる、もうピーカーになってますけど多分明日の朝空見るまでは絶対信用がないですよ渋谷は風が今日風5メーター6メーターって言って晴れるかな、ね、えうん、あの、ね、おもないとこってやっぱ局地風が吹く田沢湖ですよ大好き田沢湖も町のピンポイントで見て褒めたのさっきテレビでマジでねえうんゲッもともと、まあ、おもないいつも風結構ありますけど、まあ、結構吹きますよねあそこ局地風吹くみたいな俺通しないからいいまた風吹く先生そんな風が強いですか風8メートル初めては釣りできないですよねいやまあ、できないことはないですけど初めては釣り追い風だったらリーダー伸ばして2回だったら詰めてまあそんな予定しかないですよねあとはだからやっぱりなるべく前へ下げて縦に縦にそうそう、縦に突っ込むみたいなその常にやっぱりラインを置く位置とフライの位置っていうののバランスどうなるかっていうのは確認しといてっていうかラインこっちに落としたい時にこっちに落とせないからやっぱりこう振らなきゃいけないとか、うん、その必然性を考えてこう角度から考えるといいですね自分が振りやすいようにやってるうちはもう絶対前に進まない、うん自然に合わせた形を自分が受け入れてその通りにやろうとすることがあったりだとすぐ逆境だからそうそうそう大概そう言ってもう嫌がらせみたいな気分になってるんですけど本当に俺がこうねいやそこばっかなんですよもういいよこうなんですよできないことを無理やりやらせようとしてんじゃんああなるほどいや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 ともし左利きだったら絶対こうやるでしょっていう話ですよね、まず言ったらバックハンドやんない人は皮の半分放棄してるのと一緒ですよねそう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 皮の半分放棄ですからねこうやってネッピングはね、やっぱりすごいいや、大きいだってティペットの最後のところが向き違いますからそうそうそう、グッパグレーがねそれ変えるって言ったらフライ引っ張られるところまでメンディングできないと入れ替わらないでしょ、うん、ケツの向きが変わらないですね、うん、ちょっと上でグーってグーって曲げてドリフトだよねそれは無理だもんね、うん、難しい無理だったらごちゃごちゃじゃないそうそう簡単じゃないですかみたいなこれはビット落とせる落としてタグるだけみたいなこれ1泊2日よりもやっぱ2泊できるのがいいんだよ、まあ、そうですね、やっぱり明日なんですけど7時